はい、始まりました。もっちゃチャンネル。さあ、今回はですね、前回の第何回？第273回、はい、7月11日午後の試験の結果を見てみたいと思いますね。はい。まあ、いつも紙で見るんですけど、スマホでやるなんて、どこを見ていいのかわかんないんですけど、結果を見てみたいと思いますね。まあ、満点はまず無理だっていうのは、もうね、試験後の配信を見た方、わかっていると思うんですが、一番間違えたんじゃないの？直近でっていうぐらいですね、だいぶ間違えました。なんで今回はまあ満点の自信は全くない。基本いつも満点かな、いやーちょっと厳しいかなとかなんですけど、今回はもう絶対無理じゃんっていう風に思ってるので、もうさっさと結果見ちゃおうっていう感じです。どうやってやればいいのかな、これか。はい、では見たいと思います。結果こうなりました。975点、リーディングが480だ。あ、リスニングが取れたんだ。それでもということで、まあ、新トイックになってからは、もちろん最低点ですね。で、980切ったのなんて、いつ以来？大学院以来ですね、多分ね。久しぶり。10年とかぶりなんですか？わかんないですけど。すごっいや、わかんないもんですね。朝方じゃないからって言って午後にしたらいいとは限らないですね。という感じです。まあ、わかんないです。自分のね、英語力がもしかしたら下がっているのか。トイックが難しくなってきているのか、トイックが難しくなってるのはまあ間違いないですけどね。いやー、なかなか大変な戦いになってきたって感じじゃないですか。まあその方がね、やりがいあるんで、まあトイックのね、参考書ルート作るって言ってるので、参考書今出版社や著者の方からいただいておりまして、まあ募集は引き続きしておりますので、ぜひ送ってください。トイックだけじゃなくて、ちょっとね、いろんな試験の勉強とかもこれから始めようと思っておりますので、頑張ります。いやー、しんどいなー、大変だけど、バカパロと思います。まあ、久しぶりに270点台、久々だな、本当に。もしかして975っていう並び自体初めてかもしれないですね。950とかはまあ満点取る前取ったことあるんですけど、975っていう並びはもしかしたら取ったことがないかなと思いますね。頑張ります。次回も受けますので、ぜひぜひ見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching